こんにちは、どうも生きてます、ゆえママです。本日は娘ちゃんの誕生日プレゼントを紹介していきたいと思います。まずは1点目、マイメロちゃんのリュックを買ってきました。かわいい。保育園ではこの止めるのが必須なので、ちゃんとついててよかったです。大きさも今の娘ちゃんにちょうどいい大きさなので、これにしました。お名前書くところがありますね。それから内ポケットも1個ついてます。外もポケット、ジッパーで開け閉めできるポケットが1つと、横サイドにちょっとしたものが入れられるポケットがありました。かわいい、とってもマイメロちゃん柄がとってもかわいいです。娘ちゃんはサンリオで一番好きなのはキティちゃんなんだけど、マイメロちゃんも大好きで、なおかつピンクが好きなので、このかわいかったマイメロちゃんのリュックを買ってみました。お次はこちらもサンリオショップで購入しました、キティちゃんのパジャマです。サイズは今ジャストサイズが、娘ちゃんのジャストサイズが110なんですけど、ちょっと来年も見越して120サイズを買いました。こんな感じでキティちゃんの柄です。ズボン、パンツは紫の無地でした。長袖になります。年も寒くなってくるので、秋冬用で長袖のキティちゃんのパジャマを買いました。で、娘ちゃん自身もパジャマ欲しいって言ってたので、ちょうどいいかなと思ってこちら買いました。それでは次、こちらがサンリオショップではなく、今クロミちゃんの一番くじをやってたので、1回だけ引いてみたらフェイスタオルが当たりました。こんな感じの、かわいい、すごくかわいい柄です。なのでこれも娘ちゃんにあげようと思います。はい、お次は通販のシーンで買った娘ちゃん用のヘアアクセです。ピンクとブラック2色セットで、めちゃくちゃ安くて、しかも可愛くて買ってみました。後ろはクリップ式になってて簡単です。こちらもあげたいと思います。はい、それから最後にじゃーん、こちらもシーンで購入したティアラ、これも娘ちゃんのリクエストで購入しました。これ欲しいって言ってたので、きっと喜んでくれるかなと思います。以上、娘ちゃんの誕生日プレゼントでした。今年はサーティワンのアイスクリームケーキを買ってみました。最後までご視聴いただきありがとうございました。